パリゴリン卓球女子のエースには地元に力強い応援団がいる。名物の明太子を製造、販売する福屋福岡市は、早田ひな24が15歳だった2015年から活動をサポートするために売上金の一部を寄付し、世界に羽ばたくひなを見守ってきた。北九州市出身の早田は中学生時代から強い選手だったものの、 世間に広く知られたた存在ではなかった福谷は地元から五輪を目指す選手をサポートしたいとの思いで支援を決めた17年には早田がパッケージにあしらわれたサバの缶詰ひな缶も発売約10年間支援を続けているそれはお金だけではない早田の活躍の場が世界に広がるにつれ度重なる遠征で栄養管理の重要性が増していくと食でも支えた 海外でも魚を食べさせたいとの早田の家族の依頼を受け、持ち運びやすいようにパウチ加工した魚料理の製品を特別に作った。早田は19年の遠征時に持参したという。